はい、皆さんこんばんは、ガーリュウです。僕は以前からやってるですね、100均のグッズを釣りに生かすという動画ですね、これをですね、この間見る機会があって見たんですけども、ずいぶん雑に作ってんなと、映像も汚いなということで、新しいものも含めて、今回また焼き直すということで、作り直してみたいなと思います。で、この第1回目は、ルアーの目玉を100均のグッズだけで作ってみたいと思います。はい、ね、材料ですね。まずはもういつも使っているフォログラムテープですね。はい。絶縁テープ100円。で、これは穴あけポンチですね。これ2本セットで100円でございます。はい。あとね、目玉をコーティングするのに使うレジンですね。これはクリアのソフトのタイプですね。ハードとソフトあるんですけど、ソフトタイプを今回は使ってみようと思います。まずは、ホログラムテープを適当な長さに、切って、これも100均のカッティングシートのカッティング台ですか、なんていうのこれ、カッティングシート台の上に貼りますね。はい。そして絶縁テープも同じぐらいの長さを切りますが、これ、100均の絶縁テープはなぜかこの幅なんですよね。まあ、目玉作るのにはいいですけども、絶縁テープとしては使いにくいようなちょっと気がしますね。はい。まあ、適当なサイズにこれぐらいに切ってですね、これから穴あけポンチで、金槌で叩いて目玉を切り取っていく作業をやります。サイズですけども、これ2本セットで売ってるんですが、ダイソーっておかしいんですよね。2mm、7mm セット、3mm、6mm セット、4mm、5mm セットです。今回僕は、白目の部分を 6mm、黒目の部分を 4mm の穴開けポンチを使って開けております。ホログラムテープはですね、絶縁テープに比べるとちょっと切りにくいので、まあこれ回数でいうと8回僕叩いてるみたいですけどね。でもやっぱりちょっとこうやって剥がしてみると、ちょっとところどころがくっついてる、もうちょっと叩いてよかったかなという感じですが、まあそんなに悪くないのでこのまま進めます。はい。ですね、これこんな感じで手がアップで映るので、ちょっとね、無駄毛処理をしたんですよね。毛を安全カミソリで剃ったんですけども、不覚にも手首のあたり全然剃ってないですね、この映像を見る限りね。はい、大変失礼いたしました。はい、ということで、とりあえず剥げた感じではこんな感じですね。はい。まあ、とりあえず綺麗に丸くはくり抜けてるんで、まあ、問題ないかなと思ってます。はい。で、続いて、黒目の部分ですね。これは 4mm の穴あけポンチを使ってバンバン叩いております。絶縁テープはですね、さっきのホログラムテープに比べると柔らかいマテリアルなので、まあ、2回叩けば十分くり抜けますね。はい。ということで、バンバン気持ちよく叩いてですね、絶縁テープの場合はですね、叩くの気持ちいいんですけども、この剥がす時がさらにね、気持ちいいんですよね。こうやってスッと剥がすと丸だけが残るという、これ気持ちいいですよ。はい。はい。ということで、白目と黒目と両方抜けましたので、これからコーティングに入りたいと思います。これは何かというとですね、これも100均です。取っ手付きまな板100円。はい。これに、釘を等間隔で打ったものです。釘のね、頭の部分ですね、平らな部分。ここがもう本当に真っ平らなものと、こんな感じでデコボコしたもの2種類あるんですけども、僕はもう、デコボコした方をおすすめしますね。真っ平らなやつっていうのはですね、こうやって貼り付けた時にくっついちゃうんですよ。剥がす時が大変なんで、まあこのデコボコしたやつっていうのは割と簡単にパッと剥げますんでね、僕は、こういうタイプの釘を使っています。で、まあ、カッターを使ってこんな感じで釘に一枚一枚、ホログラムシートをのせていきます。はい。同じ要領で今度は黒目ですね。6mm の白目ホログラムシートの上に 4mm の黒目を置いていく感じになります。ど真ん中が好きな人はど真ん中に、寄り目が好きな人は寄り目の位置に置いていただければ結構だと思いますね。黒目と白目の割合がね、僕はこれぐらいが好きなんですけども、まあ穴あけポンチが 1mm 単位なので、まあお好きなサイズでいろいろ試してみたらいいと思いますね。はい。続いては今度はレジンをこういう感じで、持っていく作業です。これがね、皆さん結構難しそうに感じるみたいなんですけども、実はですね、表面張力が勝手に働いてね、適当にこういう感じでトントンやってると勝手にドーム型になるんですよ。なので、そんなに難しくないですよ。簡単ですよ。ぜひ一度トライされてみたらいいと思いますよ。こんな適当にやってても出来上がった目玉って、まあ、結構販売してるやつに比べると、まあ、やっぱね、若干、ね、雑にできますけども、まあそれでも結構なレベルで。これ自分で作ったって言ったら皆さん驚くぐらいのレベルではできますよ。はい。なので、ぜひトライしてみてください。はい。ということで、とりあえず持ってみた感じですね。これを、レジンっていうのは紫外線で固まりますので、このまま天日干しで紫外線に当たれば固まるんですが、私はもう夜行性の人間なんで、お日様を見たことがありません。なので、これは何かというと、奥様等が使うですね、ネイル等ね、マニキュアとかを乾かすやつですね。これ UV ライトが、4つ搭載されてて、この中にですね、見てください、これ。まな板がジャストフィットなんですね。まあ、偶然なんですけども、まるでピザ窯にピザを入れるがごとくですね、この目玉を入れて目玉焼きを作るというですね。はい、この UV ライト、これすごくよくできててですね、4分ぐらいでもう硬化するんですよね。で、出来上がりなんですよ。はい。これ、まあ、さっきまでふにゃふにゃしてたやつがどれぐらいかというとですね、まあ、こうやって触っても、はい、もう全然硬化してます。はい。これで目玉自体はもう出来上がりですね。はい。これを、まあ、キセパっていうんですかね、剥離紙の上に、僕の場合はステッカー剥がした剥離紙の上にこうやって並べて、保存しています。必要な時にここから取って使うって感じですね。暇な時に20個ぐらい作って置いておくことが多いですね。まあ皆さんもぜひいろんなサイズを、いろんな形を試してみたらいいと思います。はい。こうやって見ると結構普通でしょ？普通でしょっていうのはおかしいですけども、まあまあ目玉に見えますよね、ルアーの。はい。で、まあ目玉のないルアーっていうのは魂が入ってないルアーですよね。まあですから泳ぎもいまいちなのかもしれません。僕の場合ですね、結構ルアー大事に使ってるんですけど、こんなボロボロになったルアーでも、結構リペアしながら使うんですが。これこの間天草行った時に目玉がちょうど剥がれたので、今日の目玉を作ってみました。なのでこれはジャストフィットのはずなんですが、測ってみたので、一応ですね、ホログラムシートの粘着力があまり良くないので、一応念のためここに、薄く瞬間接着剤を塗っておきます。はい、そしてその上に、先ほど作った目玉ですね、を乗せる感じになりますね。これ、はい、これですね。これを、まあ、ペコンとここに乗せて、はい。はい。これでまあ押さえたらもうくっついちゃうんでですね。ただこの、レジンのね、このドーム型のやつが時々パカって外れる時があるんですよね。なので、まあ、それを防ぐためにですね、エポキシでもいいですし、ウレタンフロアでも何でもいいんですけども、僕はまあマニキュアのトップコートでここら辺をちょっとコーティングしてあげます。目玉の周りだけですね。はい、これでもう全然違うんでですね、まあ、このルアー自体はですねもう10年ぐらい前、もう10年以上ですよね、のルアーなんですけども、もう魚ももう結構いっぱいかけたし、いろんなとこにぶつけてるからもう傷だらけなんですけども、まだまだ現役で使えますよね。こうやってリペアしながら使うとまたまたいけます。見てください、ダイワのマーク、昔のやつです。ってことはもう余裕で10年前ですよね、まだ全然現役です。